こんにちは、リュウジサムです。今日は、まあ、今日は155人は遅れてるぞ。今159だろ。もう越したんで、今日の5。はい、すいません。越したんで、越したんでやっぱり。カメラマンが今、寮でやってるんですよ。はい、私っすね。私ですよね。で、出てくるのが、この方が新しいスペシャルメンバーに入ってきます。バキツさん。この方は、ハルです。ハルだよ。今から、この前と、リョータとマサがやったように、俺が、まあ、とりあえずこの前と同じことやっていきましょう。やっていきましょう。やっていきましょう。イェイ。今から、ハルと Q&A をしていきたいと思います。この方も多分出して。出して。OK。1つ目。好きな夢は何ですか？好きな夢。将来の夢はですね、もうやっぱ YouTuber としてのやっぱもう YouTuber なんで立派なね。だからチャンネル。登録者数をもう 1億万人とかもうそういうもう万のくらいとかに行きたいです。まあ俺もそんぐらいでそんぐらい行きたいと思います。はい、次は好きなスポーツは何ですか？好きなスポーツ、いろいろあるんですけど、まあ僕的にはやっぱ水泳かな。水泳が一番好きです。おお、水泳え？おいはい、次、日本のどこが好きですか？日本のどこ？やっぱね、日本ではね、やっぱお寿司、お寿司とか、伝統的な坂本龍馬とか同じかよとか、やっぱ箸とか、あとこういうね、鯉のぼりまあね、あとね、季節春、夏、秋、冬はね、日本だけオリジナルなんでね。オリジナル？まあ、確かに。春、夏、秋、冬はね、日本だけしかない。次は、これから。いいよ、まさ。宝くじ当たったら何買いますか？貯めるもあり。何してもいい。宝くじ当たったら？それな、なお、な、なお、なお、なんでもいい。じゃあ、例えば1億当たったとするじゃないですか。そしたらやっぱみんなのためにカメラとか、三脚とか持ってるよ。持ってるけどね。三脚とか、あとカメラ、なんかいろいろな。2台買うのもありやから。で、あとやっぱ家を買いたいですね。家を買ってみんなと一緒に暮らしてさ、でなんかドッキリとかしたいかなと思います。俺にドッキリはちょっとね、いいっすよ。僕ドッキリよくかかるんで。本当にお前には本当に爆発性があるよ。パイ投げしてやる。パイ投げ。はい、次。じゃあ、嫌いな食べ物なんですか？嫌いな食べ物。小学生です。仕方。小学生じゃんね、もう。嫌いな食べ物？嫌いな食べ物か。嫌いな食べ物はないんです。ほんと、ほとんどないんですけど。嘘だ。やっぱ、ほんとにないんだよ。だから本当にないんですけど、やっぱね、食べる、食欲ってのかな？俺、小食なんで、あんま食べないんですよね。俺、肉食なんだけど。俺も肉食。俺も肉食。お、同じじゃねえかよ。じゃあ次、好きな教科なんですよ。好きな教科？やっぱね、僕はね、みんな体育とか言うと思うんですけど、僕的にはやっぱ理科が好きですね。実験が好き。理科。俺と同じじゃねえか、実験が好きって。仲間だ。実験も好きだ。イモーショナルダメージ痛い。赤いバッキツのダメ。ちょっと指死にそう。誰か交代して。ルーム、シャンブルズ。じゃあ。交代していきます、カメラマン。3、2、1。はい、カメラマン変えました。交代してきましたよ。カメラマン。いや、違う、今日黄色じゃないから。熟成 しまくったバナナマン。おまか。シンクロスラッシュ。まあ、
日本の好きな、これ好きな、食べ物、さっき嫌いって言ったけど、好きな食べ物、逆に好きなの、あのこれで日本じゃなくてもいいんですか、お菓子とか、うん、何これ、三脚マイク、あ、マイクじゃないでしょ、好きな食べ物、僕的にはね、やっぱり食べ物、そういうなんか食事ではお寿司が好きで、お寿司が好きで、お菓子ではやっぱガム、僕が今食べてるガムが一番好きですね。じゃあちょっと泡やってみてください、こうやってピーってやるやつ、あ、ちょピー、俺できないんだよ、バー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 、俺一回それやったら出ちゃった、ガムだやめてはい、まあ多分あのこれもいいよ、ただの迷惑じゃんただの迷惑だろ、はい、次、好きな、俺していいですか、あ、いいよ、最近やっちゃってるゲームは何ですか、やっちゃってるゲーム、やっちゃってるねー、やっぱ最近では、昨日インストールしてもらったなんかね、ふにゃふにゃゲーム、なんだ、ヒューマンホールクラット、それだ、ヒューマンホールクラットっていうゲームが、私ゲームに詳しいんでね、そう、こいつ本当にゲームマスター、 What? で、ヒューマンホールクラットっていうゲームを昨日インストールして、まあヒューマンホールクラットだね、今のところ一番好きや、僕は的に、まあ大体初めのゲームやった時はまあ大体エペックスだろ、こいつ、あ、同じですね、マジで、あ、ちょっとだけ、俺 FIFA、 エペックスはちょっとだけ、じゃあさっきと同じ、最近やってる一番好き、あ、一番好きって今、じゃあ一番好きなゲーム、一番好きなゲーム、全盛期、自分の全盛期で一番好きなゲーム、フォートナイト、もう全盛期あんのフォートナイトかな、ちょっと10じゃねえよ、最悪だろ今やってる、習い事なんですか、今習ってる習い事ですか、塾ですね、まず塾と水泳をやってます、もう僕にはねそれしかないんで、いや好きな、いや、りょうたなんかある、好きな国、好きな国、お前さ、お前それ好きな国って日本って言おうとしてる、うん、いやでもね、僕はね最近ハワイに行ったんですよ、僕最近ハワイに行ったんで、今僕ね最近ねハワイにちょっとハマってるんですよね、よいしょー、だから国なのかな、国都市、いやあれハワイあれではアメリカの中で、じゃあアメリカが好きですね、アメリカのハワイが好きです、今のところね、あげます、ありがとう、なんかいる、え、あの腐った花もらいました、ありがとうございました、イモーショナルダメージ、よいしょ、まあじゃあ好きな歌とかってやったら、あ、好きな歌ですか、歌あぁカメラマン、歌か、言わせん、好きな歌、歌ね、歌の歌、あ、待って、やべ、歌ね、なんだろうね、もう特大 M かな、え、特大 M、 何それ、わかんない、なんかね、特大 M、 友達にね、紹介された、特大 M、 特大 M、 でっけー M だよ、それなんか歌ってただでっかい M だから、人間のフリーズで、ただの何でかい M って、特大 M、 特大 M じゃねえだろ、わかんない、なんか、ね、匿名だよ、匿名か、もう一回言って、匿名 M、 特大 M、 違う、特大 M はでっかい M、 匿名だ、匿名、でかい M でしょ、わかりなさい、俺も分かんなかった、オッケー、じゃあさっき好きな国、特大 M って言ったの、匿名、やば、はい、じゃあクロエンディングに戻りましょう、よいしょWhat? はい、ハル、覚えたかな、覚えた、覚えてくれよ、今度からどんどん出るんから、出るんから、はい、お願いします、春から一言お願いします、いや、リンさん、俺だけじゃないよ、はい、もうバナナメン、バナナメン、じゃあこれはさ、みんなで読んで、いいよ、みんなで、せーの、チャンネル登録お願いします。